池田氏は日本の氏族の一つ。諸国の池田の地名を発祥とする氏族。池田氏は異なる系統が各地に存在する。摂津池田氏は泉国池田村を発祥とし、摂津国と美濃国に召喚として赴任し池田荘を開いたとされる。原平合戦の頃に、源の頼政の弟源康政生が池田氏の養子に入り、大政のこの康光が、 摂津と島軍を、時系美野池田軍を、大継ぎに継がせた。平安時代から、戦国時代にかけて、摂津源氏、楠野市、足利氏細川氏三好氏小田氏と主君を変えながら、摂津の有力国人として、勢力を保ったが、池田智政の代に、荒木村重により、下国城がなされ、勢力を失った。その後、と政は、江戸時代に、 旗元となったが、池田光重の代に、家臣の不祥事に連座して開役された。近世大名池田氏は、池田常之の代に、お代え茂臣となり清須会議に出席し、その後、池田照正は、徳川家康の学娘、徳姫を5歳にし、松平正を許され、江戸時代初期には、一族で、張馬、美前、淡路、稲葉に、計100万国近い諸藩を有し、 張りま最小、姫路最小、西国将軍などと称された。複数の文家が海役になったが、備前岡山藩31万5千石と稲葉、鳥取藩32万5千石は、明治時代まで続き、子孫は公爵に列せられた。その他の池田氏、摂津池田氏は、旧池田村に住み池田氏を称した一族が外、考えられる。その後、七世紀後半の召喚であった。 池田今佐は、娘子の清持の自死、池田忠史実に池田僧を与えた。さらに十一世紀末に、源頼政の弟源中世の四男、源康司生が池田氏の養子に入った。大政は、源頼政に女性し戦死したが、この康光が、源頼朝により、所要安堵され、摂津国豊島軍を、時刑、美濃国池田軍を、大継ぎに継がせた。 なお、大勢の旧世の孫と称する教員は、内藤満氏の娘を妻とした。この妻はかつて、楠木正幸に嫁いでいたが正幸の戦士で、教員に嫁いだという。そのため、教員の子の李政が正幸の子であるという説が生まれ、この説は、池田三政正以降も根強く続いたと言われる。家紋は、見聞書家紋に、池田地区を守る三政正の名前で、木工が乗る。 摂津池田氏は、池田城を本拠とし、聖は元氏である、同族の足利氏、その支流細川氏、楠木氏、三好氏、小田氏とそれぞれの時代における、摂津の支配者の配下として活動した。その池田城が最初に落城したのは、応仁の乱で東軍について、文明元年に、西軍の大内正弘の軍に攻められた時に、落城したとある。この時はすぐに奪回したので、 被害も少なく大規模な回収はなかったと思われる。その後ついで、栄翔の桜に橋を発した細川氏の内紛で、阿波国を本拠とする細川住本派に属していた池田正成は、栄翔5年に細川慶長屋の細川高国の攻撃を受けて、落城、帝政は自殺して、この信政は逃亡した。発掘調査で、探走。 焦度が厚く堆積していることが確認されており、池田城は甚大な被害を受けたと見受けられている。協力四年の中島の戦いでも、浦上村宗の攻撃を受けて落城した。直後の大物崩れにより城を取り返すと、主角の堀を広げ周りに土塁を設け、南側にも連閣城の車を設け防御陣地を広げていった。天文二年、協力、 天文の乱で2月に一向一気に破れて、堺から淡路へ逃れていた、細川晴元が4月にこの城に入城、内へ戻った。A61 年、池田勝政は、織田信長に抵抗したが、織田軍の攻撃を受け落城した。しかし勝政は抵抗したおがめを受けなかった上に、逆に評価され、信長から6万国を賜って、家臣となった。池田城は、 信長の持つ古行などの城郭のノウハウを取り入れて、最も拡張した。池田城の古行は城内に二度曲げ、それ以外に東側に横堀を二条掘削し、大規模な車を設け城域を拡張した。織田信長が力を持ったことで、三好氏が衰退していく頃、摂津池田氏も三好氏を裏切って、信長に着くか否かで内紛が起こり、衰退していった。 池田勝政はすぐに信長の家臣になって、忠実だったが、池田智政を擁立した重臣、池田二十一人衆の荒木村重ら美義派に追放された。智政は、摂津で誠意を振るったが、室町幕府十五代将軍、足利義明と信長が対立すると義明について、没落、信長に寝返って、摂津の領主となった荒木村重の家臣になった。村重は、 津を任され最盛期には、領土は35万国となったが、天正六年に有岡城にて無本を起こして、信長に敵対し、有岡城が陥落した後、信長は、荒木村重が、天ヶ崎城と花熊城を明け渡すならば、本丸の家族と、家臣一同の命は助けると伝えたものの応じず、一族、重臣十六名家臣の妻子衆二十二人を処刑され、 天ヶ崎城から花熊城へ移り、花熊城の戦いの後毛利氏のもとに亡命し、身を隠した。これに、村重は子である荒木村寺も連れていた。信長は、村重一族を見つけ次第殺していて、村重の残党を高野さんがかくまったため、信長は死ぬ、直前の天正9年8月17日、高野清数百人を安土において処刑した。村次と政は、 信長なき後とよと秀吉の家臣になった。友政は、江戸時代には、旗本となったが、慶長九年に死去、おいで養子の池田三十九郎が後を継ぐが翌年、死去した。三十九郎の父で友政の弟光重が継いだが、家臣の不祥事に連座して解役された。京頭は、次男重長の京頭が存続した。摂津池田氏当主寺は、聖。美野池田氏は、 池田康次の代に摂津池田氏から分かれたとされる。しかし、兼務の申請の頃には、池田軍は、美の仕事騎士の直轄領となっており、その後は、騎士に従属していたと考えられる。なお、やはり、源の頼光の子孫である騎士の一族に、池田氏を称したものもあり、時系図に、多くは、春光森ライナの四男池田家門女役邸、おじ、 来ますの養子となる。その子喜び益その子聖益、その孫なおますますあり、となどと記述されている。大見国の国衆で、宇田源寺佐々木氏の支流である池田氏は、大見国甲賀国池田が名の由来となった本願地であるが、その後、加茂国へ移った。同族である六角氏の配下であったが、観音寺騒動の後に六角氏より離れ、浅い長政、 織田の長に仕えた。本能寺の変の後に、明智光秀に仕えたが、山崎の戦いの敗戦の後には、橋場秀吉に仕えた。池田岳月活、池田秀氏の時代に、豊臣政権の下で、伊予国の大名となったが、関ヶ原の戦いで西軍に属して改役された。江戸時代には、東道氏の家臣、後に、旗本となった。近世大名の池田氏は、 摂津池田氏の中高の祖である三政の弟の常政、あるいは、それより三代後の常年氏が終わりに移った時から始まる年、摂津池田氏と同族であることを強調しているが、不確実で何ら確証もない。江戸時代初期、江戸幕府は初代名に命じてその系図を提出させたことがあった。池田氏は尾張半樹堀正尉に依頼し系図を作成してもらったが、 鳥取池田家の文家で砲水への五代当主で、学者の池田定常は自分の形図を調べた結果、今の武家は民間より現れて大名になったものが多いので、その先祖はよくわからない。池田家は池田信てるより以前は、その字一血しがたいと述べている。また、新井白石も池田常都氏をもって、外しそれより以前は疑問と現実している。 その白石が作成した、反官譜によると、源の頼光の末裔を自称し、頼光の四世孫で、かつ玄残美頼政の弟にあたる大政が初めて池田氏を称したとされる。大政の九世孫と称する教員は、内藤満氏の娘を妻とした。この妻はかつて、楠木正幸に嫁いでいたが、正幸の戦士で、教員に嫁いだという。そのため、 教員の子のりまさが正幸の子であるという説が生まれ、この説は池田三政以降も根強く続いたと言われる。そして、のりまさの御世孫にあたるのが池田常年というものである。しかしこの系譜は確証性が乏しい。関営書家系図連の作成者、林羅山の現実によると、関営9年に藩主の座に就いたばかりの岡山藩主、池田三政は、 我が家の演素は、源の寄り密流とするようにと、自らの系府作成を依頼したという。池田恒都氏は、滝川氏の出身で、池田正秀の娘の婿となり、池田姓を名乗ったが、滝川氏は、大見国の土豪とされることから、この池田氏もまた、大見池田氏の一族ではないかという説もある。また、文政四年に、美野池田荘本郷村の龍徳寺から池田恒都氏の戒、海名、 陽元陰伝神高僧伝前城門の五輪塔が発見されたことから、近世大名池田氏は、美野池田氏の系統との説もある。備前岡山池田氏の家門、備前町、池田恒都氏は、滝川貞勝の息子とされ、はじめ室町十二大将軍、足利義春に仕え、後に、尾張の織田信秀に仕えたと言われる。その妻、池田氏は、織田信長の乳母となり、 この常沖は、信長の入兄弟として、信長の下で先行を立て、信長の死後は、橋場秀吉に仕え美の国王が城主十三万国を、領した。常沖とその嫡男の元助は、小牧、長久手の戦いで豊臣方につき戦死する。しかし、常沖の次男てるは逆に、徳川家康に接近して、娘婿となり、以降池だけは戸様でありながら、 徳川家一門に準ずる扱いを受けるなど、破格の待遇を受けるようになる。関ヶ原の戦いでも徳川方につき、戦後公により、針馬52万国を与えられ、姫路藩主となり、姫路城に現在に残る大規模な改修を行った。1603年、照ルの次男忠次は、兄、ト高の韓国で、備前28万国を与えられ、岡山藩主となった。 さらに1610年には、テルマサの三男忠夫に、淡路一国六万三千国が与えられ、相元藩主となる。1613年、テルマサが没すると、ハリマの遺領は、長男の年高が相続し、十万国分だけ弟の忠次に分与された。これにより、忠次の両国は、備前岡山藩三十八万国となった。他に、池田長吉は、 鳥取六万国を領した。年高の没後、着南三政は幼かったことから、針馬姫寺藩四十二万国から、稲葉、宝器二家国の三十二万国に違法となり、鳥取藩主となった。長吉の長男、長幸は、鳥取から備中松山へ移された。備前は、忠次の没後、弟の忠尾が家徳を継ぎ、岡山三十一万五千二百国を領し、 淡路一国六万三千国は就航された。しかし、忠ダの没後、着難三中が幼少であったことから、鳥取藩の三政と入れ替えられた。以後、三政系が岡山藩、三中系が鳥取藩を相続した。明治維新後、家族礼により、共に公爵に列せられた。家紋の長は、常沖が信長から下されたものに由来し、それを変形させたものである。 岡山藩池田家は、流星の代で断絶した。鳥取藩池田家も、元当主の池田由里子が当代限りで絶景を表明している。岡山藩主か、鳥取藩主か、滝川貞勝の子。武前中津藩主、奥平正隆の十男。徳川家成の十三男。加賀藩主、前田成康の四男。昭和天皇第四王女。皇家と同時に親戚となる。 一門、池田四郎の子。天木池田や、八須賀山次郎や、山地池田や波徳島藩主、八須賀忠秀の四男。一門、池田吉左衛門の子。岡山藩が老、池田門戸の弟。若狭藩主、池田忠健の三男。岡山藩が老、池家一門、池町左衛門の三男。鳥取藩が老、荒尾家一門、荒尾正馬の子。戦藩藩主、 池田正隆の三男。阿波徳島藩一門、八塚九休の子。行坂藩主か、鴨方藩主か、山崎藩主か、立地池田屋、下地池田屋鳥取藩士、福田兵部の名の男。鳥取藩が老荒をたじまけ、荒尾重直の次男、性質の老い。宗家一門、池田木、隆の長男。宗家、池田綱正の六男。鳥取藩士、福田兵部の子。 池田正武の2位。鹿八藩主か、池田中澄の4男。宗家一門、池田木、隆の次男。宗家一門、池田木、隆の三男。針間新宮藩主か、池田由道の子。岡山藩家老、日置忠明の六男。鹿八藩主か、池田中王の4男。池田智義の甥、い。宗家、池田知世の長男。内密に。 マサフサの身代わりに立てられ、表向きは、同一人物とされた。福本藩主か、池田貴長の次男。横川一学の弟。宗家、池田義政の四男。日後人吉藩主、相良頼之の次男。宗家、池田宗政の八社子。姉が孔子後世の子。山地池田屋、池田行貞の子。一門、池田祐吉の子。旧武前専属藩主か。 小笠原常時の子。鹿八藩主か、若狭藩主か、吉富池田や、池田正勝の次男。鳥取藩主、池田重官の三男。鳥取藩主、池田重官の四男。福本藩主か、吉富池田や、屋形池田や名跡を再興するも吉富池田家の、養子師となり転籍、宋家、池田綱政の逸尾。 名跡を再興するも天城池田家の養子子となり、天石。岡山藩画狼、日置忠明の四男。鹿八藩主、池田中王の逸男。武前中津藩主、奥平正厚の次男。針間新宮藩主か、池田弓道の三男。品濃上田藩主、松平忠正の四男。鴨方藩主、池田正方の逸尾。伊予今治藩主、松平定久の六男。 安倍新吉の次男。阿公藩主か、片桐池田家。遠赤鳥取藩主、池田三中の逸尾。戦藩主、池田正隆の次男。出羽米沢藩が老千坂甲賀の六尾。備中松山藩主か、茨池田屋。竹部池田屋岡山藩が老日置た大木の子、池田隆信の重邸。戦藩主、池田正春の四男。鴨方藩主。 池田正直の三男、ありがとうございます。